中山競馬女王第4レースメイクデビュー中山2歳新馬ダート 1200m 戦この競争で16頭がデビューを迎えます上空の雲がほとんど取れてほぼ一面青空になりました中山競馬女王日差したっぷりのお昼前といったよところ さあゲートの前には係員がついて確認枠入りは16番アイスブレイカー向かっていきますゲートの前からは係員が離れていって16番のアイスブレイカーが向かうところ収まりましたゲートイン完了ですスタートしました ント12番スマイルアクセスがいいスタートを切っていますがこれに10番のエターナルポピーが並びかけていきます2頭3番手から追っていった1番のファン・ユー・足元ダートに代わって連れて4番サン・ディコリスト前4頭です4馬身5馬身と離れています2番のシモグリが追走していって3番のマホガニーがこの辺に続いていきました外は6番のグラスブランシュがいってその外に16番アイスブレイカー・縦長23馬身がいて15番サンレマリーは中段からその後8番マジックラインに9番スターシャワーが続いていって参考 コーナーカーブ13番のソリッドエビデンスがその後ろです2馬身ンいて11番オンテンバール外は14番ムーラングリー3、4コーナー中間です5馬身ンいて後ろ2頭7番スパークリーと5番ボエームとなっていますやや縦長4コーナーカーブ前の4頭が抜け出しています10番エターナルポピーわずかに先頭 外から12番スマイルアクセス並びかけに行って直線スマイルアクセス先頭に立ちましたこの外からは4番のサンディコリスが追ってまもなく残り200外からは6番のグラスブランシュが追い込んできて200を切りましたその後2番の下モりの体勢ですが先頭は粘る12番のスマイルアクセス外から6番のグラスブランシュが並んで体半分捉えたグラスブランシュ5塁2着12番のスマイルアクセス間が空いて4番のサンディコリスがその後3着でした 先に抜けた12番スマイルアクセスをめがけて一気に迫った6番のグラスブランシュゴール前外からグイッと出ました新シボバエピカリスサン区安城大野拓也騎手この2頭からやや間が空いて4番のサンリコリスがその後3番手で続いていますその後4番手には2番のシモグリ 勝ちタイムが1分13秒0上がりタイムゴールまでの 800m は50秒 3600m は38秒5ですなおゴールの前7番のスパークリー残り 150m ぐらいのところでジョッキーが馬を降りました競争中止となっていますジョッキーが今7番のスパークリーの口を取っている状況係員にも口を取られました完走は15頭となった4レースの新馬戦です 制したのは6番グラスブランシュでしたお知らせがありますお知らせいたします中山競馬第4レースで7番スパークリーは他の馬に関係なく最後の直線コースで競争を中止しました